今回は JR 東海が販売しているフリー切符、北陸観光フリー切符について紹介したいと思います。というわけでよろしくお願いします。まず気になる料金の方ですが、名古屋市内発着が 16,230 円で、浜松駅発着が 18,330 円、静岡駅発着が 19,360 円となります。発着駅からフリーエリアまでの途中、名古屋米原までは新幹線の指定を受けることができ、名古屋米原からは特急しらさぎ飛騨の指定を受けることができます。ただし条件として、行きにしらさぎを利用した場合、帰りに飛騨を利用しなければなりません。逆に行きに飛騨を利用した場合、帰りにしらさぎを利用しなければなりません。つまり行きも帰りもしらさぎまたは飛騨を利用することはできません。次にフリーエリアを紹介していきます。利用できる範囲は、北陸本線金沢敦賀間、越美北線全線、北陸新幹線金沢黒部宇奈月温泉間、 IR 石川鉄道全線、愛の風田山鉄道栗から黒部間、七尾線全線、城花線全線、三井線全線、高山本線富山伊能谷間の普通特急新幹線の自由席に乗車することができます。またフリーエリアでは、指定席グリーン車は別途料金を支払えば乗ることができます。ただしグランクラスには乗ることはできません。利用期間は通年ですが、ただしゴールデンウィーク、お盆、年末年始は利用することができません。発売期間は利用開始日の1ヶ月前から当日までに購入することができます。また有効期限は4日間もあります。最後に言い忘れていたことがあるのですが、行きか帰りに飛騨を利用する場合、高山下呂駅では途中下車をすることができます。以上、北陸観光フリー切符の紹介でした。北陸3県を観光してみたい人、北陸特急に乗り納めしたい人はぜひ利用してみてください。というわけでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。